前橋市指定重要有形民俗文化財、赤城神社ご神幸のお越しかけ、昭和55年4月1日、毎年4月と12月に二宮赤城神社と三代沢赤城神社の間を神輿、神絹が往復する。ご神幸と呼ばれる神事が行われる。これは娘神である二宮が父神である三代沢赤城神社へ衣替えのため渡御するものと言い伝えも残る。途中大御神社、旧千里神社とここの2カ所で休憩し接待を受ける。この御神幸は古代の山宮と里宮の関係を示す重要な神事の一つである。4月と12月ですね。これは今はどのような感じなんですかね。やっぱり車で行ってるんでしょうかね。ご神幸っていうことですからね。そちらのね、写真にもあるような、お越しかけが左側の方にあるんですね。ちょっと行ってみましょう。はい、そちらにね、説明板ありました。こちらの部分ですね。このね、4つの石に、輿をね、置くんでしょうね。はい、これが、お越しかけです。二宮だって。はい。狛犬さん。面白いね。火袋のところが赤城だって。山で。向こうが何だろう。普通に開いてるだけだね。前橋市指定重要文化財神代文字の碑。昭和53年4月指定。一般に日本民族は漢字が伝わる以前は、文字というものを知らなかったとされているが、伝説ではそれ以前に神代文字と呼ばれるものがあったと言われ、現在はっきりしているものだけでも数種類にもなります。この碑文は、復古神道を体系づけ実践化し、また、カムナ・ヒフミの著作者で、神代文字肯定者の一人でもある、江戸時代の国学者、平田篤胤の養子、金種が上部の新聞については、篤胤の子、信胤が専文し、書は篤胤の門人、権田直介によるものです。新聞については、対馬の国、アヒール家に伝わる神代文字、アヒル文字で書かれ、復古神道の遺物として重要なもので、明治3年3月に建てられました。平田篤胤さんっていうとね、国学の修士の一人にもなってますよ。こういった石碑ですね。この上の部分ですね。アヒル家のアヒル文字だそうです。これはなかなか、ちょっと見た感じだと、ハングル文字に似てるかな、みたいな。そんな気がしますけど。伝説ということでね。神代文字があったであろうということです。何かね、そちらは、三代沢赤城神社。拝殿、向かって左側側面。そこは平殿かな？そしてね、本殿はね、また、一段高くなった場所にあります。
ここはね、まあ、昭和60年7月4日、指定無形文化財、三代沢赤城神社大々神楽、まあ、神楽殿ですね。はい、県政、上泉伊勢守信綱、修練の地。上泉伊勢守信綱は、永正5年、1508年、上泉城、前橋市上泉町で生まれ、幼い頃からの剣の修行に励み、赤城南麓においても修練者と伝わっています。市内の原型となった袋市内を考案し、尾張徳川家のお家流となった新影流を創始して、剣聖と称されます。新影流は大和の国、奈良県の柳生石州祭らに継承され、五男、柳生宗則は兵法師範として、徳川秀忠、家光に仕え、新影流の名を天下に広めました。命を大切にする上泉伊勢守の教え、心と技は、数百年の時を超えて、現在まで脈々と伝わっています。こういった。これね、上泉町の自治会館にも、まあ同じ、まあ像っていうかな。まあこちらは木造なんですけどね。少し大きめの。あ、銅像の縮小像なんですね。はい。あ、ここにね、ノートがあるんですよ。私も何か書きましょうかね。はい。はい、こんな感じでいいですかね。はい、書けましたよ。ね、拝殿方向。そしてそこが平殿かな。そしてね、階段状になってるんですよ。すごく太い。すごいですね。ここにもね、まあ本殿ですね。はい、こちらはもう西側からね、まあ大きな杉の木を見てたんですけど、そのことについてですね、県指定天然記念物俵杉。昭和48年4月25日して、赤城神社の境内には杉の大木が多数あり、ヒノキやアスナロなども見られます。中でも目を引くのが、中門南側と、その西隣にある3本の杉の大木、俵杉です。東側のものから、目通り周 5.1 メートル、6.1 メートル、4.7 メートル、根元周り 6.0 メートル、9.6 メートル、5.6 メートルとなっており、樹高は各々約60メートルです。これら3本の杉は群馬県内でも最大級のものと言えるでしょう。俵杉には藤原秀里、俵の藤太が平将門について、上野の国府、元宗者に来る途中、赤城神社の前を通りかかった際に見木したものであるという伝説が伝えられています。藤原秀里は、藤原の鎌足り八代の後裔と伝えられ、平将門の乱を平定し、武蔵の神、下野の神、鎮府府将軍を務めたとされる平安時代の武将ですが、その実像はあまり分かっていません。一方、秀里に関する伝説としては、大ムカデを退治して、琵琶湖の竜神を助けた。
弓矢の名手にして神仏への崇敬厚い英雄として描くおとぎ造詩俵の遠田物語が有名です。鎌倉時代、神津の国東部から下野の国南部にかけての地域は幕府の旧場の家として一目を置かれた大武士団の拠点でした。彼らは共に秀里流を称していましたので、おそらく秀里がムカデ退治の弓矢の名手俵の遠田として摂津の世界で活躍を始めるのはこの頃からです。秀里流武士団の中でも赤城神社への信仰が厚かったのは大御師でしたが、富岡市一宮抜崎神社境内にある遠田杉にも同様な伝説が伝わっていることから、弓矢の名手秀里への憧れは中世の武将たちに共通する意識だったのかもしれません。ところで日光の二荒山神社の演技では、日光神と戦った赤城神がムカデの姿で表されており、起源をことにする秀里とムカデと赤城神社が様々な伝承や説話を受けながら結びついてきた様子が伺えます。このように俵杉とその伝説は名もなき多くの人々の交流の歴史を伝える遺産であり、赤城神社に対する時代と地域を超えた熱い信仰を象徴しています。なるほど。先ほどの、まあ、俵杉と呼ばれる、まあ、俵の遠田が植えたであろう、献木したであろう杉だったんですね。県指定天然記念物はね、まあ、こちらの3本の、まあ、杉の木です。これが遠田杉です。まあ、確かにすごく大きく育ちましたね。ここは拝殿の正面です。こういった感じですね。まあ、そちらの方にね、説明板がね、まあ、2つあるんですよ。まあ、それとね、はい、あ、それですね。与沢赤城神社の文化財です。じゃあ、右側から、まあ、上下、左、上下って読みますね。指定重要文化財、県ですね。古文書、昭和48年4月25日、三与沢赤城神社に伝わる中世から近世の古文書です。永禄3年、1560年9月27日付の上杉憲政書状が最も古く、上杉謙信や由良成重、北条高広、北条氏国、大御高重といった戦国武将からの文書が中心となります。その他、牧野忠成書状や徳川幕府からの朱印状といった近世文書を含みます。保存状態も良好であり、戦国期の神津家の国における戦国武将の動静や赤城神社が集めていた崇敬の様子を知る上で貴重な資料です。まあ、大々神楽、前橋市無形文化財、昭和60年7月4日、三代沢赤城神社に伝わる大々神楽です。赤城神社年代記によると、上京元年、1684年に伝えられたとされ、寛政2年、1790年の三代沢赤城神社神殿配置図には、4軒4面、縦坪16坪の神楽殿が描かれ、国固めや猿田彦といった演目が挙げられています。現在は正月元旦と5月の例大祭に神楽を奉納しています。本殿、内宮殿。あ、内宮殿かな。昭和38年9月4日。本殿に祀られている木造の厨子です。方形造りの屋根は板葺きで、頂部には炉盤を乗せ、胸の先端には鳥型の飾りが付けられています。扉の前面に鳥居を立て、扉には牡丹の薄肉彫りで装飾され、琵琶、板葺きは花鳥図で飾られています。扉内側には源成重、紀野との墨書きがあり、太田、金山城主の由良成重が16世紀後半に寄進したことがわかります。全体的に、唐窯形式で
室町期の特徴を示しており、中世の図師として貴重であるばかりでなく、当時の赤城神社への信仰の様子を知る上でも重要な資料です。県指定重要文化財、本殿並びに中門、昭和48年4月25日、本殿は正面3軒、側面2軒の神明造りで、切妻、平入りです。屋根は銅板葺きで、おおむねに、かつおぎと、地木を挙げています。周囲には、羽甲羅付きの、切り目縁を回し、正面中央間を板扉とし、正面に階段をつけています。内部は正面扉側の一軒を外陣とし、板扉で区画された内側一軒を内陣としています。中門は一軒一個の四脚門で、本殿同様銅板葺きの切り妻の上に、かつおぎと地木を挙げています。本殿中門とも白木造りの簡素な造りとなっています。三代沢赤城神社に伝わる年代記によると、幕末に焼失後、明治2年に本殿及び中門が再建されたと伝えられます。なるほど。こんないろんなものがあるんですね。はい。舞橋市指定重要文化財、宝塔赤城塔。昭和53年4月1日。宝塔とは仏塔の一種で、単層のものを宝塔。三重塔や五重塔などの二層以上のものを多宝塔と呼びます。法華経の建宝等本の説案に基づき造立されました。木製や金属製、石製のものなどがあります。石造りの宝塔は基礎の上に塔身を据え、その上に屋外と装輪を乗せるのが基本的な構造です。群馬県内では太田市世良田の長楽寺のものが最も古く、建治2年、1276年、春日町深津三日尻の宝塔や、姉ヶ島町宿の平の宝塔がこれに後続する鎌倉時代の宝塔です。県内初期の宝塔の塔身は円筒形を呈します。その後、南北朝期に入ると塔身の高さがやや短くなり、下部が細くなる傾向があります。室町時代には塔身も短くなり、下部もさらに狭まります。三代沢赤城神社の宝塔は総高 124.5cm、塔身高 28cm、塔身幅 38cm で、基礎から総輪まで残り、保存状態も良好です。塔身は短く、下部も強くすぼまっており、室町期の特色を示しています。法華経信仰は天台宗の伝統的な信仰であり、鎌倉期の宝塔も長楽寺周辺と赤城山南麓に集中しています。南北朝から室町期にかけても、赤城山南麓から榛名山東麓にかけての中毛地域に広く分布して、室町期には上流の隆盛を迎えます。関東全域を見渡しても、中毛地域ほど石製の宝塔が濃密に分布する地域がないことから、中毛地域における天台宗の強い影響が伺われます。本例は中世の信仰の一端を示すとともに、極楽往生を求める人々の祈りを示すものと言えるでしょう。そういった感じで写真付きで載ってることは載ってるんですが、ちょっとですね、見当たらないんですね。どちらかにあるんだとは思うんですけど、ねえ。見当たらないです。これは仕方ないですよね。